どうも、こんにちは。時刻は4時ですね。ということで、ね、なんか食べてみようと思うんですけど。まあ、それとこれ。はい。オリオン。シークワーサーのビアカクテル。最近多いですね。本当にね、この柑橘系っていうんでしょうかね。そういうやつが多くなってきた。まあ、嫌いじゃないですけど、ラドラーにね、代表するような、ああいうやつが。アサヒビールとオリオンビールの共同開発です。限定です。沖縄醸造。数量限定。はい。飲んでみます。あとね、これ食べてみたいと思います。汁なし担々麺とありますけど、こういうのもあります。冷やし担々麺。これ食べてみますね。これなんて読むんでしょうかな。大黒？大黒？いつもこれわからない。どっちの方さ。まあ、緩い感じで今日はやってきます。ね。よし。じゃ、飲んでみるか。コップを洗ってきます。お湯を沸かしてますよね。よし、飲んでみるか。うるさいね。ちょっと飲んでからですかな。楽しみっちゃ楽しみです。発泡酒ですね。シークワーサーか。はい。レモンでしょ？要は、シークワーサーって。違うの？あっちの。こんな感じです。はい。いただきます。ああ。なんか、あれだな。優しい味。そんなに酸っぱくない。優しくない、あ、優しいです、味が。紅茶に入ってる。あれっぽいな。レモンっぽい。これもう本土では育てらんないのかな。なんかすごいありがた味があるっていうかさ。ありますよね。そう、沖縄のものってなんかそういうのあるな。こっちでやればもっと安くできるしさ、っていうのがあるんだけど。なんか聖域ですよね。観光地のやつっていうのは、こっちに持ってきちゃいけない。ね、自分たちの、ここの東京でもそうです。持ってきてやっちゃいけないみたいな、なんかありますよね。聖域みたいな。北海道とかすごい感じるね。高いよね。あ、地元の人もあんなに高い値段で買ってんのかな？だってさ、定価っていうのは変わんないわけでしょ。向こうでも。それは安売りはしてるでしょうけど、安売りとかないであの値段で買うのいるのかなと。この前もあったんですよ。近所のスーパーでそういう物産展が。で、相変わらず高いなと思って、昆布とかもさ、あんじゃん向こうの昆布とか。うわ、高え。買えねえなと。鮭とばとか置いてたりさ。お金出せないですよね。で、大体観光地ってさ、同じものを置いてても値段がほとんど変わらないね。それをなんとかしてほしいんですけど。ちょっと食べてみようかな。甘さは控えめ。言ったかな？このメーカーよく見るんですけど、地味な感じですけど、こういう地味なところも支えていかないと。あ、そうそうそう、これ。リポビタンで買ったらね、ついてた。進撃の巨人のね、コースター。鉄のやつ。4種類あるみたいな。
こういうの好きじゃないですよね。こういうやつか。好きじゃないっていうか、買うんだけど、こうなんかおまけついてたら。もうね、すぐ捨てちゃいますね。ゴミですね、基本。オタク的要素がないから、ゴミなんだよな。こういうの使わないでしょ、オタクは。今あるのはね、これ使ってんですけど、今ちょっとちらっと映った。キハールさ、買った時からもうあれなんですよ。電源が切れない。1回目から。沸騰しても切れないんだもんな。参っちゃうね。時間が出ないのが不満です。今何分経過っていうのがさ、出してほしいんですか。いろいろなのを買ってきてるんですよ、また。もうこういう長い時にしかできないから、やっとこうかなと思って、緩い感じでさ。かつお昆布醤油。ね、これ。これ、ネットでちょっとね、あれがあったんですよね。これいいぞっていうのがなんかあって。買ってみましたね。これがあんまり置いてないみたいです。かつお昆布醤油ね。これ前から見かけてたけどね。変に取り上げるから消えたんだろうね。無印良品なんですけど、これ。普通に手に入った俺のところは。ネットであんま、ね、あんまりないなんてあったからさ。よしよしよし。そんな感じです。ね。ここにふりかけって言ってもね、ネギとね、あれだな、ごまぐらいなんです。そっか、担々麺だから、そんなに入らないんだね。辛そうですね。冷やし担々麺っていう。ね、冷やしました。ただ担々麺を温めたら普通のあれで、冷やしたら冷やし担々麺ですね。汁なしだけどね、書いてないけど。汁なし担々麺だよね、これね。冷やし担々麺。冷やした方がうまいに決まってるの、夏ね。よし。ね、これで食べてみますか。ね。ネギがあるんで、ちょっとね、ネギを入れます。はい。いただきまーす。納豆はあるんですけどね、あの納豆が干し納豆なんだよね。干し納豆レビューしようかな。今度ね。行ってきたんですよ、ね。干し納豆買いにね。茨城県のね、ひたちなか市っていうところに。海浜なんとかっていうところあるんですよ。海浜公園っていうのかな。ひたちなか。そこに行ってきました。いただきます。そんなに辛くない。海浜公園に行って、納豆、干し納豆を買ってきたんで、それをちょっと、レビューできればいいなと。そのうち、今日はやめとく。よし。これ入れてみるか、100ミリ。100ミリでね、使えるみたいです。どれぐらい寝かすって書いてないんだよね。早く使ってくださいって。あ、2、3時間でいいんだ。書いてある、書いてある。2、3回使えるみたいですよ。終わったらこれ、ねえ。何？中身を出して、
これは佃煮とかにできそうですね。終わったら。3回ぐらい行ってみたい。今日はちょっと揚げてみたんですよ、またね。ニコ動に揚げてみたけど、そんなに再生数は伸びてないと思います。うん。そんなね、インパクトがある、あれじゃないので、ね。再生数は伸びないと思いますね。うん。そうだね、100ぐらいですもん、再生数ね。5時間ぐらいで100。どうなんですかね。俺クラスではこれでいいのかな。どうでもいいのがニュースになりますよね。ない？そういうの。特になる、どうでもいいのは野球のだからキャンプとかさ、あるじゃん。ミニキャンプか？温泉行ったりとかさ。ああいうのいる？って思うんだけどね。話題としてでしょ、結局は。テレビ局。仕事がないからなんでしょ。見てる方がいらないんだよな。見てる方は全くいらないと思うんですけど。寿司食ったり、なんか変な、体鍛える変なやり方とかさ。いる？あれ。落合の浜辺散歩みたいな。俺はいらないと思うんですか、あれが俺流調整なんですよ。調整か、あれ、本当に。だってあれ、記者がいないときやらないじゃん、絶対。絶対やらないじゃん。全然使ってない。載せなきゃ。編集するのめんどくさいからやってるっていうのが一番なんですよね、今。こんな緩いのはだって何十分もあったら見ないから、結局はね、編集する。これの一本前か。編集したもんね。長くダラダラやったから。こんな感じですかね。